なんかテロップテロップきたこれでいいやいや <laughs> えすごくないわーいイェーイできた文つけられたなんかさ色とか変えられないとこやな文のダメか 帰れんのこれのなんか変えたり、できるのかまあ、いっか <laughs> ほーちゃんすっぴなのそう何もしてないよマジでもうペロッペロッ超ペロッペロッ <laughs> 学校行って、そのままそう今日のね、学校は編み込みしていったんですよだからちょっと前髪とかもねやばいわ、ちょっと汚いな <laughs> 雑,雑雑雑ですね、本当に 学校終わりというかはいって感じですね <laughs> はいスクショし放題今ならあダメだよスクショしたらあのー、1000円もらうか <laughs> あすごいねもうさっきからさずっとさ「リーダー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 」ってみたリーダーリーダーリーダー」ってき取っちゃうあそうなんですよ なんと昨日動画公開されましたプチニキってなにって方がねそういらっしゃるんですけどいらっしゃるんですけど <laughs> なんだなんだなんだってそういう方が、ね、多分いらっしゃると思うんですけどあの「アップアップガールズ」アパパ「アップ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 ガールズ」過去にきの、えー、島崎ゆりやと新クラーミとそして私佐々木ほのかのこの3人ユニットでね はい私が本当に勝手に指導させてるんですけどそうなんですよもう何もなしに全然もうほうちゃんがやりたいからそうほうちゃんが作った勝手にね <laughs> 勝手にね相談も何もなしにね勝手に本当に作ったんだけど <laughs> そうで動画ね撮ったりとかしてで昨日ねあの投稿したのですがそうなんですよプチにキ イエーイーボスも知らなかったねそうよボス何も知らないそう唯一知っとるのはほうちゃんが生きとるっていうことぐらいマジで本当にそんくらいもう何も知らないのよそしてみてちょみんなにねずっと見せか,かったとペイ。ねえほねえ見てほらちょっと合格しとこうしまちゃんがねそうプチにき配信の配信っていうかプチにきのさ YouTube でさ あの、3人とも T シャツ着たとった思っちゃうけどこれね見てこれシマちゃんが手書きなのシマちゃんが手書きっ書いてほうちゃんとあみたがこうやって T シャツのこうやってちょっちょって角っこ持ってっていうので、ね、ほら可愛くないちょっとちょっとくしゃくしゃやなはいプチにきって書いてあるのここしかも見て後ろじゃんほら一人一人ねこれ後ろが違うんだけどなんかこんな感じでなんていうの あとでねチアーズにね3人のね後ろ姿をねそうあれしようと思うんですけどこれね一人一人ね違うんですよ足の形だったりこのスカートのねこの形だったりあとここのまあここは名前のねイニシャルなんだりなんですけど可愛くない顔面も違うの顔面もであとここもねそうほうちゃんは豚が好きだから豚でしまちゃんがトマトそうプチトマトちゃんみたいなそういうやつで アミタがくんそうっていうね感じなんですけどヤバくないかわいくないかわいくないその T シャツグッズにしてそれなねマジ本当にね,あのねグッズにしていいってね思うくらいね本当にかわいいのマジでびっくりしたほうちゃんでねそうあのスカートもねそうなんか本当に一つ一つ全部自分たちでやったんですよ 自分たちそうほうちゃんはとりあえずあのー、なんていうのな,なんかさ新しいことしたいなと思ってそう <laughs> 手書きだと洗濯どうするのってあーいやでもね洗濯ねしてもね多分にじまないよこれにじむかなてかにじまなかったよ <laughs> そうにじまなかった大丈夫そうねうん なんかそう本当に一からの始まりでとりあえずほうちゃんがなんでプチに来この3人なのかっていうのはなんかそもそも YouTube とかで「あのこぶしファクトリー」さんのカバーでシマちゃんとねあみ田と私で踊ってたんですけどそう「あの春うらら」とかあと「年には年」とかそう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 あのなあとあとなんかもう一個歌ってたなそう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  なんか歌ってたん、踊ってたんですけどで、このね、3人であのー、やった時に結構ね、皆さんかねなんか、え、この3人好きとかこの3人めっちゃいいっていうのがねたくさん来てくださっててで、しかもなんか、なんていうのうわすごい初つさん、ありがとうございます一ちおかつばきさんリーダー企画のやつリーダー企画 リーダー企画リー,ダー企画そうそうそうリーダー義務みたいなそういうやつ <laughs> あっ4さん初見ありがとうございますすごいね <laughs> はいそうでねあのあのカバーはタイミング悪くて見たくなかったっああ <laughs> でも逆にねそのタイミングを狙ったんだけどそう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  でその3人やった時に結構ね「好き好き」って言っていただいてでしかも何て言うのあのー、名前をねそうどうやって決めたのとか「名前何何?」ってそうあのよく聞かれたんですけどあのー、名前はその1回ね SNS で「どんな名前がいいと思いますかこの3人」ってやった時に誰かがプチニキってあの言ってくださったんですよ。 だからえめっちゃいいこの名前と思ってプチニキになったんですよでそのプチニキのなんか書き方っていうか名前のあれがね何何ってさ結構さそう言われててでプチニキはえー、っとね何書いた方がいいかえでもうでもねこのまんまこれこ,こ,これ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 がなで「プチ」って書いてその真ん中に星書いて「ニキ」なんですけど普通にそう あのー、なんていうのひらがなのプチにあのー、白の星で2機ひらがな全部ひらがなですはい <laughs> そう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 って感じですねそんな感じそう「プチ二キって名前もめっちゃかわいいよね」ありがとうございますそう、ね、めっちゃかわいいよねほんとになんかほんとにうん <laughs> 本当になんていうの案をね出してくださった方本当にありがとうございます <laughs> そう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 そんな感じですね二機 <laughs> はひらがなだったんだてっきりカタカナだと思ってた違いますよ全部ねひらがなそう全部ひらがなで真ん中にプチと二機の間に星がある白い星そうそうそうプチ二機緑化でそうこれ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  これですはいそんな感じです <laughs> そうそうそうでね昨日ね確かライブ終わりくらいにねあのー、なんだろう多分動画公開されたんですけど本当に一からですなんかでそう言われててでだからなんか仮姉さんとかもなんか 新メンバーが入ってきてきやっぱり注目されるじゃないですかそっち側がだからなんか二期も何か変わらなきゃっていうか何かしなきゃと思ってでそのでそれで考えたのがでももともとねそうもともとこの3人で何かしたいなと思ってたのほうちゃんそうだからあ今じゃねと思ってそう <laughs> そうプチにけいっつってやってそう一番初めにねしまちゃんと。 アミタと LINE グループ作って「<laughs> プチにキュー」って書いて <laughs> そうなんか今後の目標とかあるって一番初めに聞いたっちゃううち <laughs> 多分ね2人からしてみたらねえ何言うとこの人って思えたと思うよ <laughs> なんで急にみたいな <laughs> そう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 聞いた時に 結構ちゃんとしたねそう目標をねそう一人一人持っとったけん<入った>これいけるんじゃねと思ってそう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 。でやってねそうねっていろいろ始めてあのマネージャーさんにもねいろいろ相談してで決めてでそうえっしかもね聞いてなんかさ動画と動画の途中さ「ピリつってさ なんんかロゴが出てくるやんたまにあれもねシマちゃんの手書きなのあ文字とかは全部ねシマちゃんの手書きなのなんかここフリップっていうかこれは全然あの機械なんですけどなんかそう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 全部シマちゃん絵は全部シマちゃんそうで本当はちょっと間に合わなかったんですけど本当オープニングがあるんですよそう <laughs> オープニングがあるんですけど ちょっとあのいろいろあって間に合わずということで次なんで多分動画出す時にね多分もうオープニングもあると思うんですけどそのオープニングとかももうなんかね絵は全部シマちゃん絵も字もシマちゃんね字はほんとシマちゃんの字マジ可愛いのしかも絵もさもうこ,このまんご覧にいただいた通りにさめっちゃ可愛いしさやばくないこれをさ手書きで書けるんだよだってね異常事態だよね <laughs> 確かねこれを書いてる動画ね 後でねツイッターとかに確か載せていただけると思うんですけどそう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 ,そうって感じで,で昨日それで出た動画があのー、ディーダー決めみたいなそう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 じゃめ一番初めはねそうなんか「プチニキ指導します」って言って、ね、今後の目標まあプチニキの目標は何表参道グラウンドで そうあの単独ライブ3人だけのそう単独ライブをすることなんですけどそう理由がまずニキと同じぐらいのレベルに立とうってなってそうってなったら誰やったかなアミだったかなしもちゃんやったかななんか違うわうちかな <laughs> <laughs> もう,そう誰がいたっか分からなくなってきたンちゃんがいたんかなそうなんかニキがさよくさ最近さ表サンドグラウンドにいっぱい立ち寄りやんやけん とりあえず表参道グラウンドでワンマンライブしようみたいなのあってでそう,そうその目標になったんですけどそうでもねなんかプチニキは何て言うのあのボスの力とかまあマネージャーさんの力はもちろん借りなきゃいけないしあれなんですけどできる限り自分たちの力でやっていこうっていうのがねそうあれなんですけどだからあの曲とかも <laughs> その。 あのもしかあの作っていただけたりとかしたいんですけどなんか歌詞決めとか曲調とか全部関わりたいなっていうそう2期ってさそうあのー、全部と、まあ、友さんだったりだとかや山田さんとかがこうねあれ多分いろいろ試してくださってるのかなそうなんですけどプチ2期の場合は自分たちでいろいろそうそうそう,そう歌詞とか。 そう考えたいなと思っとってあと衣装とかねそう衣装かわいくないそう衣装とかもなんか何でも関わりたい関わりたいなんかそう作るのに対してそうなんかだからなんかアイドルでもあるしプロデューサーでもあるしみたいなそうただ単にほうちゃんのあれなんだけどねそう, <laughs> <laughs> そう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  感じです、ね、なんかほんとにそうそうさ <laughs> あさあ夢は広がるねーってっ夢が広がりますほんとに森永さんに任せられないぞとそんなことじゃないじゃん <laughs> ただ単にほうちゃんがそうそうプロデュースしたいっていうかそうそうセルフプロデュースそうそうそれねって感じで。 なんか大きくなりたいなと思ってうふふはぁお初はさんだジョエルさんこんばんはこんばんはありがとうございます <laughs> そうすっぴんをコンセプトにしてはあってえそれは絶対にしまちゃんとは見たからえっていう目で見られなきゃだ <laughs> 無理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 ダメだ,だよそれはちょっとはあ、そう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  って感じでねいろいろ始めましてでそうリーダーがそうそうね配信で決まったんですけどやばいあれね本当にガチ勝負なのあれ <laughs> なんか何も仕込んでないし結構本当のガチ勝負なんですけどねなんかびっくりさ <laughs> そうなんかそうプロデュースとかなんか そう、いろいろろ立てたりとかするのはほうちゃんがやるけどリーダーとかはもうなんかゼロから決めようってなってそうシマちゃんがリーダーになってもいいしあみたがなってもいいしみたいなそう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 リーダーはそうあのー、違う人にしようってなってたのなってたなってたっていうかそう違う違う人で行こうよってなってたのそうなってたんだけど <laughs> なんかそう勝っちゃったから同じ人って <laughs> ねそうねうん <laughs> ああねもう本当にああそうねだがしかしほうちゃんがリーダーとなってなったので <laughs> ちょっと頑張ろうと思いますはい,いやー <laughs> 桜井さんなら曲作ってくれるかもだねあいいね桜井さん桜井さんめっちゃいい つくってくださいっつって <laughs> そう一緒に作成したいなそうだそうしたらね <laughs> <laughs> ーリーダーやりたくなかったのねいやそんなことないそんなことないそんなことない全然そうそうそう,そうでもやりたかったって言われたら別にそう言うてそんな不可とかまで考えてなかったけど <laughs> そうそうそうでも責任重大だなと思った <laughs> でもねそうでも成長やっぱり やっぱそう,そういうあれだよ神様が成長しろってことだよ <laughs> 言ってんだよ多分そうやって <laughs> そう多分ね今がねそうそうそうなんか成長し時かなーっていうねちょっと止まってたんでね結構かなりね <laughs> そうそうそう <laughs> かなーって <laughs> 曲はかっこいい系かわいい系って ええなんだろうでも、三人で、かっこいい系やっても、絶対いいなと思うし、可愛い系も可愛い系で、やっぱコンプ、コンプラ、プラコンセプトにあって、めっちゃいいなと思うけど、ま、でも一番初めも可愛い系かななんか、ふわふわして、わたがしみたいな歌が歌いたい <laughs>。何言ってんだ <laughs> ねっねえわたがしみたいな。そうそうそう。 サブリーダーとかありますかってそうだからねから3人で考えてたのサブリーダーあははごめんねちょっと違う違う,違う今のちょっとなかったかす <laughs> リーダーサブリーダーサブサブリーダーでいくみたいな話になってたんだけどなってたんだけど <laughs> そうなってたんだけどなななな,なそ,うそ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 う冗談半分でやってたよ <laughs> 曲ってなんか雰囲気伝わるでしょ一緒一緒一緒でしょそれもそうそうそうあのね可愛い3人がめっちゃロックとかもかっこいいでしょそうなんだよそうなんだよねそうそれもそれでね可愛いんだよねでもとは言ってなんか結構キャピキャピしてるなんかなん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 ななんんみたいなそうそうそう可愛いしでもふわふわのね感じのねなんか感じも可愛いなと思うでも ほちゃんが考えてるのはちょっとねそろそろね3人でね歌ってみた踊ってみた合同の動画をバーンって出したいなと思っててだからね今ちょっとね3人でいろいろ作戦会議中なんですけど、うん、<laughs> ねって感じかな <laughs> あ バッキバキなダンスを見たいね。でもね、聞いて。この3人でね、胃をたどって。いつかさ、一期メンバーのさ、曲のさ、キリング・ミーを踊ろうぜって。ははっほんちゃんね、ずっとね、キリング・ミーずっと踊りたくって。そう。キリングミ・ミー。わおおおおー。わおおおー。どっちこっちこっちこっちか。こっちか。もうずっと踊りたくってさ、ほんとに。だからまあ、ね、あの曲大好きなの。だから、マネージャーさんとかにも、 あの曲「ください」っつって言って「ください」じゃなくて音源をねそう聞きたいんでっつってずっと聴きよっただけねそのね3人でねキリング・ミーよね踊りたいなってそうそうそうほうちゃんキリングキリンキリングじゃねキリングキリンリじゃなくないキリング・ミーなのキリング・ミー「ディ」じゃないのディじゃないのキリング・ミーじゃないのキリング・ミーなの フフなの、<laughs> あそう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 っていうねってなった時に多分アミタはカ事でマちゃんがチナち,ちゃんでうちがマーちゃんかなーっていう話を3人でしよった <laughs> でもほうちゃんはチナち,ちゃんもいけますよねってもういう話をしゃった <laughs> そう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 ,そう話してましたもういろいろいろもうずっと3人で話してる <laughs> そうそうそうこんな感じでねもう結構どんどんガツガツね指導させていきたいなと思っておりますよ皆さん <laughs> そうそうしかもねそうこのね T シャツもね探しに行ってさこのねこのね半袖をね そう探しに行ってそうでしかもあの配信で履いてるさあプリーツスカートあるじゃんスカートスカートあるでしょプリーツスカートあの確か金色と水色とピンクなんだけどあれもねほうちゃんがね集めたの <laughs> もうほんとにマジ1からでしょもう全部ねほうちゃんとねシマちゃんと編みたらねもう全部魔っ白 <laughs> こんな感じですね、もう <laughs> そんな感じでもう一から本当に全部一からやってます <laughs> あープチニキリーダーとさしてのプチニキリーダーとさしてのご挨拶をいを頂い いいめますすごいこ50ってるのかな50 <laughs> ってる50ってるのかなこれは <laughs> ね MV も作ろうね MV も作りたいそう MV は何プロデュースはほうちゃんほうちゃん山田社長でいきましょう <laughs> そう なんか一回なんだっけエンドロールのほうちゃんとあのチーコバージョンがそれはあのプロデュースはあのかあの監督がボスなんですよボスであのめっちゃ好きなのでだからプチニキの監督はほうちゃんとボスでやりたいなーって思ってまーす <laughs> 勝手にね。 <laughs> 勝手に勝手に思ってるだけなんだけどそうそうでもやっぱりさほらあのーほーちゃん側からしたらさやっぱ元々こうやって見せたいっていうのがあるしそうあの何出演者側のさ目線ができるけどでもやっぱりお客さん側の目線ってやっぱこっちはさあの考え考えれるけど考えにくいじゃん分かりにくいじゃん。 やっぱ社長は必要かなと思って <laughs> ねっかなって感じですねはい <laughs> 山田さんと喧嘩になっちゃうねってケ <laughs> <喧嘩> <laughs> ンカババババン,ボン,ボーン <laughs> あほんとにメンバーで全部できたらすごいねってうん、そう全部って、うん、でもねやっぱりやっぱりでもカメラとか そうテロップとかはそうあの編集技術とかはやっぱり私たちだけじゃ無理なのでやっぱりそこにマネージャーさんとかの力はね全然借りてますはいウフ <laughs> でもできる限りのあれは自分たちでやろうってそう頑張ってますはい <laughs> って感じですねはい <laughs> 動画のスカートの色はメンバーカラーなんですか違います 違いますただ単にその見分けっていうかそうあのな何ていうのやっぱ全部さ同じ色だとなんか初めて見る方とかも見に分かりにくいかなと思って誰が誰だかとかだからとても常にあの色のスカートは履いてますはいほうちゃんピンクであみたか黄色でしまちゃんが水色そう のスカートは、ま、踊ってみたとかはあのー、スカートになるかなプリーツスカートそう,そう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 、まあ、新しいあのプチニキの衣装ができてその色だったとしてもメンバーカラーではないので <laughs> そうメン,バーメ,、ま、メ,メンバーカラーではないので一応ねそう仮そう仮としてはあのメンバーカラーではないのでそこはご注意くださいませ。 <laughs> って感じですねはいでもそうそうでも分かりにくいかなそうピンクの子とか水色の子とか黄色の子とかそう言っていただけるとやっぱりそう初めて見る方とかも分かりやすいかなって思っておりますはい <laughs> あそうやんそしたら説明文みたいなとこに書いちゃばよかったね黄色ニークラーミンって,ってほうちゃん間違えて左からって書い始めた左からニークラーミン佐々木ほうのか島崎りあって書いちゃったまっ、あ、いっか分かるねうん <laughs> あそれしかもなんかほーちゃんがテロップで14歳って帰っちゃったせいかあのー、YouTube のねコメントがねオフにされてるのそうだからオフにされてるんだけどあのー、どこだろうあのー、詳細のところらへんにあのー、コメント欄「コメントはこちらへ」っていう URL がね貼ってあるのであのー、確かチャンネル登録してたらそこにピュンって飛べるんですけどチャンネル登録してなかったら。 飛べないらしいのでぜひチャンネル登録してねそちらの方にコメントを書いていただけると嬉しいですはいよよ読んでおりますのでよろしくお願いします <laughs> って感じですね <laughs> プチにきはほうちゃんプロデュースでメンバーカラー作りましょうそうメンバーカラーねそう作れなかったんだけどなんか もし2期でメンバーカラーできたらごっちゃになるかなと思ってそう分かりにくいかなと思ったお客さんとかがねだからねと思ってそう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 仮メンバーカラーではないけど色はつけてるよって感じですはい全然だからねそう一応メンバーカラーではないけど別に全然そのね3人でねライブするってなった時とかに全然 その色のサイリウム振っていただいても全然構いませんはい <laughs> そうでも何度も言うけど一応メンバーカラーではないよっていう <laughs> 主張激しく <laughs> そうって感じですねはいはあやっぱり2期でメンバーカラーできるんですかどうでしょうね何もわかりません <laughs> そ,うそこはねそうやっぱりね社長しかわからないのでねそう全然そこはよく分かっておりませんはい ニキ <laughs> でメンバーカラーできたらプチニキと同じにすればいいじゃない大丈夫じゃないってえでもそうなるとなんか勝手にねそ2期でねメンバーカラーみたいなのつけてるんですけどね今 <laughs> そうなるとほーちゃんが赤でしまちゃんが黄緑であめたがオレンジになってさなんか濃い色になるの濃ゆ,濃ゆい色になっちゃうから でもプチニキはどちらかというとそのパステルなんかピンク金色水色って感じのこのパステル系のふわふわした感じのねそう色で行きたいからそうなってくるとそうなんだよねイメージと合わなくなっちゃうからっていう問題で一緒にはできないんだよねそうそこがねちょっとうん今はメンバーの妄想だけなんですかそうだよ今はねそうそうあの妄想本当にフ <laughs> フ 青でまー、あ、ちゃんが緑濃い緑っていうか緑でカジーが水色でちーこがピンクほうちゃんが赤しまちゃんが黄緑でニーなが紫であみたがあのー、オレンジです <laughs> そう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 そんな感じですね <laughs> ほうちゃん黒ろって。 ね、ほーちゃんもね、苦労が良かったんだけど、でも赤も好きなんだなー。そう、やっぱ暗闇の中のね、美しい女性。<laughs> いや、こんなことしたらまた中二病とか言われちゃうからやめて。<laughs> <laughs> アミタがオレンジはイメージ全くないなのよって。いやでもね、アミタはね、だいたい色全部似合うんだよ。だから全然ね似合う。うんうんうん。 なんかこの8人の色は一人一人それぞれ色がねちゃんとしっくりくるのうんうんうんだからね全然いけるうんかな <laughs> そう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 かなメンバーカラーあるとサイリウム振るのは楽だよねそうなんですよそうそうそうしかもやっぱきれいじゃんサイリウムそうだからね全然 あれなんですけどでも今はね一応ねメンバーが勝手に考えてるだけなんでそうそうだから最近そうなんかサインとかもね全部その色になってるみんな <laughs> <laughs> あーそ,うそうそうそうかなー <coughs> って感じでございますはい「ほうちゃんは赤いペイライトがいいんですか?」って振らないつもりだけど <laughs> 振ってよ 振ってよ <laughs> そうねほんちゃんは赤色好きだからねそう赤かなうん <coughs> かなうん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 正規の人に覚えてもらいやすいよねそう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 なのよ覚えてもらいやすいだからそうプチにキればそう仮の色そう全然メンバーカラーではないけどそう一応つけようってなって。 って感じですかねはい <laughs> って感じででもね次のねプチにきの動画もねもう撮っておりますのではい皆さんもう撮っておりますのでね お楽しみにしててくださーい <laughs> はい。楽しみにしててください。Yes, go! 地 <laughs> 声ですか地声じゃなかったら何声なんですかこれは。地 <laughs> 声じゃなかったらこれは何色なんでしょうか地声です、全然。めっちゃ地声。もうね、字の声だよ、字の声。もう自分自身の声でございます。はい。<laughs> 楽しみにしてますありがとうございますそうぜひね、楽しみにしていてくださいウェイ <laughs> そうでね、新しいね、そう動画をね、撮りたいんだけど、なんかスタジオが抑えられないらしくて、今。なんでだろうねうん。まあ、いろいろあるのかなそう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 。だからね、ちょっとね、今ね、撮影ができない状態なんですけど、まあ、でもね、どん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 いっぱいね、そうあげていけたらなーって。

もう,ほうちゃんもずーっとやっております <laughs> そう曲ごとにねそう歌声変えたりだとかダンスそうね踊り方とか変えたりとかねしております表現の顔の作り方などって感じですねうん誕生日にショールーム配信はしますかそうですねでも一応誕生日の日に私ショールームリレー配信がね そう入っているので、多分すると思われます。三十分ぐらいかな。ね。すると思います。はい。ゆ <laughs> りちゃん八時半からショールームやるってよ。まじ。ショールームやるのもう始まってんじゃん。<laughs> せめてせめての時はどんなほうちゃああ、せめてせめて新曲ですね。せめてせめては。 なんだろう、ヤンデル風でやってる <laughs> そう、結構歌詞がねなんか束縛してほしいっていうかなんか愛ってってんなな「愛の鎖で私を縛って」っていう「おっちゃんこの歌詞大好きなの大好きなの」「愛の鎖で私を縛って」ってそうこの歌詞本当に好きなんだよねマジでそうあと自分のあのセリフサビのサビじゃねえや あのソロのねセリフになるんですけどあのー、今を生きる証拠が欲しいのっていうそう今を生きてる証拠が欲しいのっていうのがなんかほんとになんかやん,病んでるやん,病んで狂ってる狂ってはいるのか分かんないんだけどでも振り付けとかも結構「うんうん」っていう <laughs> そう振りが多くてなんか狂ってる感じっていうかそうそうそうかわいいから。 なんていうのちょっと切ない表情もするけどちょっと狂ってる風に笑ったりとか <laughs> そう結構ねでもねまだ2回しか披露してないから結構探り探りな部分はあるんですけどそうねあのー、あれとしては狂っあのー、病んでる病んでる女の子をあれしてるなーそう。 流れ星がなんとかって言ってそう流れ星みたいなキスがしたいって言ってるのそうホーちゃんのセリフは流れ星みたいなキスがしたい夜が明ける前に今を生きた証拠が欲しいの変わらないものなんてないと分かってるけどこの気持ちを信じてるからっていうねセリフをね全部私一人でねそう言わせていただいてるんですけどそこまでね私全然歌ってないんですよ <laughs> そう歌ったとしても本当にほんの一瞬ぐらい ててなくてそこまでだから溜めてるって感じですはい <laughs> だから今回はねそうそうセリフとダンス担当って感じなんでそうそうそう感じかな <laughs> そううーんって感じですねパート少ないよねってそうでも初めに、ね、パート少ないなと思ったんだけどダンスにね あの集中けっかなりの集中がねできるから何て言うのそれもそれでまた良きかもしれないうん今回のダンスねそうさこさんにねそう振り付けしていただいたんですけどもうめっちゃよくって本当にかっこいいのなんかもういちいちね一個一個の動きが本当に良くて最高ですはい <laughs> セリフののためめにパワー貯ててるのかってそうなんですよセリフのためにねあのそうあまり歌ってないのでねぜひ私がセリフを言ってる時はね私に注目して聞いていただけると嬉しいですねーはいって感じですそうほうちゃん結構ねあのヤンデレ好きなんだよ <laughs> そうあのほうちゃんアニメとか二次元好きなんだけどね漫画とか好きなんだけどなんか 病んでる子好きななんんんだよねなんかそう病んでる子が好きなわけじゃないんだけど別に何て言うのたまにいるじゃんあの病んでるあのちょっと黒い黒い子あの黒い子が好きなんか本当に純白で素直でっていう子よりもちょっと何て言うの裏があったりだとか黒いところがあったりだとか何て言うの結構。 頭の回転が速かったりとか結構計画っていうか計算計算計算にやってる子とかなんか人間味があって好きなんだよね <laughs> そう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 なんかそうなんか結構そう純粋でひたすら可愛い何もない白真っ白っていう声でも黒い方が好き計算高い方が好き <laughs> そう だよねねほうちゃん、ね、かのかり知ってるそう「彼女お借りします」っていうあの漫画があるんだけどあの今アニメでもあるかなそうあるんだけどマミちゃんが好きなのわかるねもう調べてほしい「カノカリマミちゃん」って調べて本当にあの黒いのでも可愛い可愛いんだよなんか可愛い見た目してめっちゃいいんだよねー <laughs> 好きです <laughs> あーって感じですかねそう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 ほうちゃん計算高いのってさあどうでしょうねえフ <laughs> そうそう,そう2期で言うと誰2期で言うと誰誰だろうね誰だろう誰かなほうちゃんとか <laughs> そんなことないよほうちゃんはまっ、あ、白白だからねそう何もないよほうちゃんはまみ <laughs> ちゃん好きはやばいなんでよーなんでまみちゃんマジかわいいじゃんもう本当にいいのさもうねえマちゃん好きいいよー本当にうん <laughs> 俺も面倒な子好きだよほうちゃん好きなにほうちゃん面倒な子みたいな言い方しないでよやめてよ <laughs> やめてやめてやめて <laughs> <laughs> そうそうそうちょっと黒い感じがね好きだよ <laughs> あもうほーちゃんが真っ白に見えながらなんでほーちゃん真っ白じゃん何も包み隠さずもう吐き出してるようん <laughs> 吐き出しておりますはい 限りななく黒に近い真っ白なんでよそんなことないじゃんもう超白いでも最近ほうちゃんでも黒好きなんか黒ってなんだっけなんかのねアニメ出てた黒は女性を美しく見せるんだってそうだから好きなのうん <laughs> そう魔女の宅急便あれ魔女の宅急便だそうな確かキキがあそうだ キキがね、黒のワンピースをお母さんに着せてもらってる時に、あの、キキが、あの、えー、黒のスカート、スカットじゃない、ワンピース地味みたいなこと言ってたの。でもお母さんが、黒は女性を美しく見せるから、みたいな。黒のワンピースなのよ、みたいなこと言ってて、それだ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 よ。フフって感じですね。うん アニメっていろんなキャラがいるけど、すべてのキャラに事情があるけど、自分が一番不幸だというキャラやだ。あーわかる私が一番不幸私が一番、私が一番不幸なんだみたいな。あ、あ、その子はちょっと好きじゃないその子は、なんだろうね。その子じゃない。なんか、あー、その子もでも病んでるっていうのかなわかんない。なんだろうね。 うんでもなんか好きすぎて何て言うの周りの子まで何て言うのその人のことが好きすぎて周りの子までちょ排除しちゃうみたいな <laughs> そういう漫画を見てたのほうちゃん <laughs> そうあのー、見てたんだけどそうあのー、何少女漫画なのあれは少女漫画なのかなミステリー漫画なのか,からない少女漫画かもしれないそうあのー なんだろう恋「恋と心臓」「恋と心臓」っていうそう漫画なのよなのよって <laughs> そうあんまりねそうあんまり言ってそんな結構知られてる漫画じゃないんですけど「恋と心臓」っていう漫画をねほうちゃんずーっと読んでてそのねもうねいい、うん、の男の子がめっちゃ病んでるの病んでる <laughs> そう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  気になった方はよあの、読んでみてください。恋と心臓です。今ね、最終巻がねそう、発売されたんですよ。そう、恋と心臓です。はい <laughs>、はあ <coughs>。好きな人のためになら、何でもするみたいな子は、実は結構好き。ねそう、ほうちゃんも好きなの。そういうの。 そういうい子好き好き大好きうん <laughs> あーそう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 不幸だけど周りも頑張るって頑張っているから私も頑張る言ってると素敵ってあー待ってでもね違うほうちゃんは頑張るよりもなんていうの計算してなんかなんていうのこう男を手玉に取ってる子が好きわかるか そうなんかアニメのキャラあの現実でいたら嫌いなんですけどじゃあそこにちゃんと3次元と2次元の区別はちゃんとついてるんですよ私もちゃんとね違う2次元だから好きなのそう3次元にそういう子がいたら何じゃこの子はって思うけど2次元にそういう子がいるからい,いたら好きなのそう2次元だと好きなの分かるそう <laughs> そうそうだからなんていうのなんか 男性の、なんていうのキュンってくる仕草をわざとしたりだとか、計算高い女性。<laughs> そう。小悪魔、そう、小悪魔が好き。小悪魔っていうか、そうそうそう、好きなんだよね。そう黒い系女子。良き。<laughs> そう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 。三次元、そう。なんか、三次元にいると関わりたくはないけど、そうそうそう。

転がされちゃった転がされちゃった <laughs> やめてよほうちゃんが悪人みたいじゃん <laughs> ちょっとやめてくださいあ <laughs> 関わりたくはないけど見てる分にはいいよね <laughs> そう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 全然全然ああそう感じですね <laughs> は<ー>いメンヘラは勘弁あメンヘラは好きじゃない <laughs> そうメンヘラは好きじゃないなんか自分傷つけるの嫌だねそう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 メンヘラはそうねなんかうん二次元でメンヘラはあんま好きじゃないほうちゃんもそうそうリスカとかねそう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 あんまあ、好きじゃない <laughs> そうそうかなほうちゃんには騙されない自信しかありません自信がありませんじゃなくてふふ <laughs> <laughs> あはははあハッホーちゃん怖く間に合ってるってマジやめてよちょっとホンちゃんは天使で言ってるんだからホンちゃんは天使なのうん天使もうエンジェル超エンジェルだよほら真っ白白ほら見て真っ白じゃろじゃろって <laughs> ちょっと <laughs> 何してるかちょっと分かんなくなってきたウフフフあー <laughs> トドトドメヘラはめんどくさいけどかわいいよまあ確かにね結局そうだよねわかる結局はみんな顔面っていうのはわかってるよわかってるよ <laughs> ーこんばんはすっぴんも可愛すぎる大好きだよありがとうございます今日です <laughs> そうですね、ほうちゃん天使ほの悪魔何その呼び方の何か違いみたいな <laughs> あ <coughs> 自分天使が好きなので小悪魔はあれなのでってそうなんそっかじゃあ月さんはほうちゃんが悪魔になったら離れていっちゃうんだねそっかそんなにそんなにそんなにすぐどっか行っちゃうのねほうちゃん悲しいよぴえん 結局はみんな顔面ネギきた <laughs> そうだよ結局はそうなんだよみんなみんなそうなんだよ結局はうんほうちゃんは悲しいよ <laughs> ああ。あ <laughs> あ。ああ <laughs>。ふふ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 なふふふふふ そことないよエンジェル演じてるんだからちゃんとえ違う <laughs> 間違った間違った違うえそうそうそう違うよほうちゃんエンジェルだから <laughs> あ<ー> <laughs> はあうんい演じてる演じてないよ全然演じてないもうねすっぴんうん <laughs> 超すっぴん演じてないよ もう本当に土天使土天使打天使か打天使ってなんだっけ <laughs> 打天使ってなんだっけ土天使でございますはいはーいお願いします <laughs> 演じてたら天使じゃない違うよ演じてないそう自白してないようん <laughs> はぁ<ー> <laughs> 楽屋に入った瞬間が 学園に入った瞬間ほうちゃん元気よく「おはようございまーす」っていうタイプだからそういうことにしといてそんな誰もおはようございますとかじゃないから全然違うよもう笑顔こッこニこりおりはようございますだからウフ <laughs> はい <laughs> 天然堕天使堕天使って何だっけ超天使ってこと堕天使って何堕天使って何だっけ <laughs> ああ <coughs> 楽屋で静かなほうちゃん違うなんかさ誰かが言ったんでしょうメンバーの誰かが「ほうちゃんは楽屋で静か」ってそんなことないよ違うよほうちゃんは静かじゃないよそんなことないそんなことないうん <laughs> 全然違いますはい高い声はどこから出てるんですかどこだろうほうちゃんから出てる高い声はお腹から出てますはい 高いかなほうちゃんそんなに高い言うてそんなに高くないと思うけど高いか分かんないでもね東京に引っ越してきて学校にそうこんにちはってした時も高いって言われてたうん言われてたね <laughs> でもねたまにね福岡にね帰った時とかにね声変わったって言われる <laughs> そう声変わったってなんか前よりなんか そう,いう変わったったて言わわれる変わりました私 <laughs> あんまりちょっとよく分かんないけどねそうそうそう <coughs> かなうん加入加入加入時よりは低くなったね高い声だけど <laughs> まだ高いけど <laughs> そうねまあでもちょっと猫かぶってたっていうのもあるかもしれないうんそう加入当時は本当になんか 嫌われないようにしようと思ってたから、で猫被ってたね。そうね、二週間後ぐらいにはちょっと暴かれたけど。それ二キで猫被ればもうできないよ。無理がある。無理だった。ああ、かな。うん。初めて見た時より低くなったしガラガラし。何それやめて？何それディスってる？ね、ディスってるそれ。ガラガラしてディスってる？ ひどくない <laughs> 違うなんか違うんだよなんかね最近なんかね喉が痛いのすぐなんか声がガラガラするから <coughs> ってしちゃうんだよなんでだろうねそうそうそううんって感じですはい <laughs> 今は嫌われてもいいって思ってるのねってうんそういうことじゃなくてなんだろうねなんか素の自分でなんか 痛いなって思った。うん。<laughs> なんか、猫、猫剥がされたっていうのはあるけどね。<laughs> ああ<ー>。う <laughs> 猫かぶってた頃の学園に入る放置やって、はい、あいいよ、いや、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 入ってきて。あ。おはようございます。おはようございます。あ。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。って感じです。<laughs> もう一人一人にね。 そうちゃんと目を合わせてあ今見てないってわけじゃないよ今そんなわけじゃないけどそうもう笑顔で「おはようございます」あ「おはようございます」「おはようございます」「おはようございます」<laughs> ほうほう <laughs> って感じですね本当に今じゃ「おはようございます」「おはようございまーす」<laughs> ってそんなことないよ「おはようございます」って感じだからそう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 ,そう <laughs> <laughs> そうちゃんと「あいがとう!」っつってはいお嬢様からかってそうねすごい感ん今 <laughs> 表情まで違うってマジそんなんことないありがこうございますここっつあー <laughs> ほうちゃんとの初対面の時の記憶が全くないでも土倉さん結構多分ほうちゃん「あこんにちは」って感じじゃなかったっけあ違ったなんかめっちゃね 佐藤きさんのね会話で盛り上がってた記憶があるわ <laughs> そ今もたまにね結構盛り上がるけど <laughs> はーい挨いはテンション低いそんなことないよめっちゃ高いマジよはあって感じなのよはあ愛<笑>,笑いもかわいい笑いなんてしたことないうーん愛想笑いなんてしたことないよマジでうんそうそう <laughs> 一回ね、そう今度あるのでね是非楽しみにお待ちください <laughs> <laughs> あーいあほうちゃんとの初対面は話したいこと全部飛んだ思い出 <laughs> 確かに結構揺らっちゃう <laughs> 結構揺らっちゃう <laughs> はッは,は,はって感じだった記憶がある確かに <laughs> <laughs> 学校だとどんな感じ学校だとそうねでもほうちゃんあんまりね 友達のとこにね行かないかもしれないえたまに行くけどほうちゃん逆に寝てたい人だから次の授業の準備終わったらこうやって顔をくめてるわウ <laughs> たまそうで結構前の子とかそうねえねえってこう話しかけてきてくれるからそれでうーんって話してる感じかなそうあんまりね言うてそんなたまに自分から行くぐらいそう そう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 うたまにそう自分から行くくらい,いや今日は人狼ゲームしました学校でも <laughs> そうなんかね2期で流行りだして学校でもなんかちょくちょくまたねやるようになってねそうそうそうほうちゃん人狼でした見事だませましたみんなのことイェイそうほーちゃんね学校でね人狼うまいで有名だから <laughs> そうなんだよね最近ねそうほーちゃん人狼うまくなったのこの間のねそう この間も二期でね、人狼やったんだけど、確かね、ほうちゃんと、そう、あのー、誰だっけな。とりあえず、ほうちゃん人狼陣営で勝ったんですよ。<laughs> そう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 、そんな感じでした。<laughs> 近寄りなオーラ出してるね。出してないそんなことないそんなことない全然ね、そんなことないね。うん。<laughs> はーい。<laughs> 牢革ああは得意そうって確かに確かにじゃないよでもそうねほうちゃんはね市民も楽しいけど人狼もね好き最近最近人狼に、ね、なりたいってたまに思うそうそうそう, <laughs> そうでも相方のねあれもあるかもね <coughs> 市民と人狼どっちが好きえー、人狼かなそう人狼が好きなんかでもすぐ バレると面白くないけど騙せた時にめっちゃ楽しいの <laughs> そうたまにね人狼の時にね恥ずかしはね「最白で見られる時があの最終っていうのは一番白いそうって思われがちなんだよなんか市民の時は疑われやすいのにそ人狼の時は結構ね市民って思われるからねそう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 いう時とか「シャー」って思う <laughs> はいということでねさちょっとねそろそろねお時間がね あのー、なってきたのでここら辺で終了したいと思います久しぶりにね1時間話したかもしれない今まで30分でよかだったからねそうはい皆さん今回もえー、見てくださってありがとうございます今日はすっぴんで失礼いたしましたありがとうございましたバイちゃんバイ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 バ,イバイ,バイ,バイありがとうあプチに気が上がってありがとうございます 頑張ります。バイちゃん、バイバーイ。